り放題、急げ。おー、今日も朝日が最高です。せーの、おっと、550。昨日の帰り、あそこで人を引きかけたので、今日からあちらに行って車を判定させます。バックで出入り口を出るのは危険です。そしてパイプハウスから収穫します。昨日よりちょっと増えましたかね、よく分かって。本日はシャト農園オリジナルのワンダフルミネラル、70種類以上のミネラルが入ってます。金まで入ってます、プラチナまで入ってます。いい朝日ですね。ケットラでここでバックでこう行くとですね、こっちとこっちは見るんですけど、真後ろが見落としがしで、グワッて下がった時にあちらからチャリンコで2人来てたんですけど、全く見えなくて、まあ接触しそうになったと。危険ですので、まあ接触しなかったにせよ、自転車の人には怖い思いをさせてしまいましたよね。その時は接触してなかったんで特に謝ったりしなかったんですけど、やっぱり相手としては相当怖かったと思うんで、今度まあお会いしたらちゃんと謝罪したいですね。この塩加減はヘルプ、向きが変わるとだいぶ違和感感じますね。っていうかこっちから歩行者から丸見、7年続けてきたことを急に変えると違和感だらけなのは仕方あるまい。そしてこちら、まあ事故を防ぐためだ、仕方あるまい、遅すぎたぐらいだ。むしろ今まで事故を起こさなかったことに感謝。そして今日から生まれ変わる、そうですね、何です。はい、何も変わらない。人はそんなすぐには変われない、でも変えられると、変わると信じて生きていこう。むしろ君にも変わってほしい。君いいよ、最高。そしてシャタ農園は進化する、皆様のご期待とは裏腹に。そしてラビリンスへ突入する、その姿はむしろ対価。コーンが生地に練り込まれたコーンパン、これだけ。そう、世間一般的に言うところの対価である。対価の改心、対価の改心は飛鳥時代の救急隊員、タイガーバーム。タイガーバームとはシンガポールで、いいね君さ、忘れないうちに点数を開けます。熱い、いいね君、我にして。はい、今日は減りましたね、12とこれだけですね。切り上がり8に移って、はい、今日は12、いやじゃあ13ですね、減りました、かなり。詰め上がり9時3に移って、出荷後のブラグバーコーヒー付き。第2便は C1、 長箱1の袋コンテナ2で、今日は1300本でした。今日はこちらで焼けざ、温度31度、 CO2333、 湿度 63% でござる。孫づる一プシ止め、ビフォーアフテリン、こちらです。即死一プシ止め、ビフォービューティフォーライフ、こちらです。孫枝一プシ止め、ビフォー See you next time、 こちらです。即死一プシ止め、やる前、やっちゃった後です。 VR 彼女やりたい、即死一プシ止め、ビフォーアフテリン、こちらです。フィニッシュ、即死孫づる一プシ止め完了です。今日は下っ端はですね、本場下っ端を3枚取っていきたいと思います。本ハウスにチューブ貫水、ビフォーアフテリン、こちら、よし、最後ラスト、よしよし、どうでしょう、キュウリの芽はよく見えますね。今パイプハウスに灌水中です。はい、こちらになかなか来ないんですよね、やっと来ている感じですね。ってことで、とにかく何号です。はい、こちらやっぱりぐちゃぐちゃになりますね。でもこれぐちゃぐちゃになるんですけど、ある程度こっち出さないと水がこっちに来ないっていう、なんか欠陥を見つけてしまいましたんで、はい、しばらくはくれたいと思いますね。5分10分は、そこからぐちゃぐちゃというところで、皆さん本日も頑張っていきましょう。皆さんがハッピーでやってますんで、あとこれ棚瀬やんなきゃいけないですね。はい、今日も明日もいい天気そうなので、病気は大丈夫だと思いますんで、はい、ということで、最初はピヨピヨじゃんけんチョキ、じゃまた。
いや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 、リスペクト。塩塩ですね。塩らしいです。兼備え2号も真ん中辺はやられてますね。 MT フェニックスもやや来てるかな。ひとみちゃんはほぼ大丈夫そうですね。あ、でもこの辺塩れてますね。やっぱり部分的に。おいちいくい、おいちいくい。使ってません。どなたか。じゃん、キュウリ食べるかい。普通に食べております。